あれ、なんか暗いな。はい。すみません、電気をつけるのを忘れて。はい、今日もよろしく。あ、電気ついてない。お願いします。はい、オッケー。お願いします。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい。こんばんは。こんばんは、お願いします。はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。元気でしょうか皆さん。ありがとうございます。昨日からのイベントなんですが、ありがとうございます。今日から、参加させていただいているイベントは、イベントが、ちょっと名前間違えたらいないので、ふわっち配信者リポートというイベントでの中の中のインタビュー記事、ファッション誌フリーに参加させていただいております。ファッション誌の中で、私の3位以内に入ったら記事を載せていただけて、全国販売していただけるそうです。はい、よかったら応援していただけると嬉しいです。すでに応援ありがとうございます。カメラたくさんありがとうございます。はい、コペさんありがとうございます。モンさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そう、ありがとうございます。大次郎さん、猫猫さん、ありがとうございます。全国販売されるそうです。はい、その雑誌が。ありがとうございます。本赤さん、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。ひろさん、ありがとうございます。みなくんさん、ありがとうございます。とっちさん、ありがとうございます。かぶさん、ありがとうございます。はい、あ、ファンレター嬉しいです。すごいお気持ちは嬉しいのですが、まだ贈り物に関してはいろいろとまだ検討中なので、また彼次第ね、その多分ご連絡いくと思いますので、少々お待ちくださいね。お気持ちはすごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。八王子さん、トラミさん、ありがとうございます。椿さん、ありがとうございます。陽君さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。小川さん、ありがとうございます。岡さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。味わい陽君さん、ありがとうございます。はい、匿名さん、ありがとうございます。ウィフォーズさん、ありがとうございます。こちらも暑かったです。で、急になんか涼しくなるかなって思ったら、まだまだ暑いですね。ねえ、よし、では今日も頑張ってやっていきますので、よろしくお願いします。ここまさん、ありがとうございます。まことさん、ありがとうございます。とんかつさん、のんちゃんさん、ありがとうございます。はい、ではよろしくお願いします。ほんわかさん、ありがとうございます。 XZY さん、ありがとうございます。よし、トラキシさん、ありがとうございます。では自分次第から歌っていきます。よろしくお願いします。逃げてる自分が歌い切れない。
がとうございました。水谷曲自分次第でした。ありがとうございました。はい、くさんパチパチありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。改めましてこんばんは。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。バングさんありがとうございます。歌ってる途中もプレゼントで応援してくださってありがとうございます。匿名さんありがとうございます。佐々木さんありがとうございます。やるけいさんありがとうございます。よし、はい、ひろさんありがとうございます。ゆきりんさんありがとうございます。つかささんありがとうございます。みなさんありがとうございます。山猫さんありがとうございます。きゅうさんありがとうございます。ありがとうございます。元気です。でさっき元気ないってあのコメントは元気なさそうに見えます。そしたらすみません顔があのウィーンとなってるのかもしれない、下がってるのかもしれない。ゾワさんありがとうございます。トッティさんありがとうございます。なかなかさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。全然元気なくはないですはい、森川さんありがとうございます。もう15位ありがとうございます。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 トッティさんありがとうございます。20倍ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日も歌っていこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、匿名さんありがとうございます。ミラさんありがとうございます。定期ありがとうございます。はい、ここまさんありがとうございます。全然元気です。ねこねこさんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。はい、くまさんありがとうございます。じゃあ、あんなにあのオリジナル曲に対してねあのコメントしてくださってありがとうございます。オリジナル曲のそのオンリーの特集やろうあの前できなかったのでどこかでやりますってお話ししてたので、もしあのそう次回の YouTube ライブがあるときはオリジナル曲の特集させていただこうと思います。はい、リダさんありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。はるかさんありがとうございます。はい、キューさんありがとうございます。皆さんのお好きな曲をありがとうございます。久米さんありがとうございます。ぬくこまさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、オリジナル曲も新しい曲は準備してっているのですが、その皆さんにね早く聴いていただけそういただけあのいただくことがねすごく楽しみですが、今ある曲でやらせていただきますね。ビジュアル特集、はい、でそれについても話します。ゆちさんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。 YouTube だけがあのテーマを決めて特集のテーマを決めて回数も少ないのでねやっていこうという話、そうやっていこうと、ね、少しお話しして、ふわっちの方は、回数も多いので、ふわっちは普通に皆さんのリクエストにお応えしていくという形で配信させていただきます。はい。では、リクエストをお答えさせていただこうと思います。14位ありがとうございます。イベント14位ありがとうございます。ごめんさんカメラありがとうございます。はい。よし、そう YouTube はそうですね、コメント数も
リクエストもたくさんね、いただけるのでね、すごくありがたいことに。そう、なんかいろいろと昨日ちょっとね追いつけなかったというのはありまして、はい。七日ちゃんさんありがとうございます。ココさんありがとうございます。はい、では立っていきますね。直樹さんありがとうございます。何号令、久しぶりに来ました、ありがとうございます。愛さんありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。 YouTube は特殊だけできない時もあると思いますが、できる限りやっていこうと思います。特殊1個やるにも結構そう、なんて言うんだろう、この曲覚えたいなとか、やるのにも結構なんて言うんだろう、考えたりとかしたりするので時間がかかるので、できない時もあるかもしれませんが、やれる時にできる限り YouTube は特集という形でやっていきたいなって、必ずしもうとは言えないんですが、やれる時にはやっていきたいなと思ってます。はい、よし、はい、リクエストたくさんありがとうございます。ちょっと下の方から見ていきますね。ありがとうございます。優しい気持ち、チェラさんの優しい気持ち、彩香さんの幻想曲、花に亡霊、花に亡霊ですね。よし、うんうん、イクラさん自身も最も難易度が高いと言われる怪物私も音程間違えるっていうレベルじゃなくて、もうすごい間違えるんです。難しいですよね。熊さんありがとうございます。藤原さくらさん、スープベイビー、 I love you。 どんどんお答えさせていただこうかなと思います。では下、初めにあったリクエストからお答えさせていただきますね。ちょっとすっごい画面揺れるからごめんなさい。花に亡霊から歌わせていただこうかなと思います。よし、幻想曲いいですね。これ沢さん、タバコもいいですね。ハッピーエンド、高根奈々子さん、マリーゴールド、光へ、茜さす、オッケー、たくさんリクエストありがとうございます。で、花に亡霊ですね。花綺麗な聞く言葉が歌わせていただきます。OK。 間違えた、ヨルシカさんの花に亡霊出していただきます。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと、忘れないように
色褪せないように形に残るものが全てじゃなあないようにさんの花に亡霊でした。ありがとうございました。はい、言葉が綺麗ですよね。花に亡霊でした。ありがとうございました。はい、リクエストありがとうございました。ありがとうございました。はい、大城さん、プルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。山猫さん、ありがとうございます。とっても素敵でした。ありがとうございます。ようくんさん、ありがとうございます。コアさん、猫猫さん、ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。山猫さん、ありがとうございます。はい、ナイスもたくさんありがとうございます。132個もありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。はい、さきさん、ありがとうございます。原哲さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、おありがとうございます。続いて歌わせていただきますね。時間も少ないので幻想曲続けて歌わせていただきます。幻想曲、彩香さんの幻想曲歌わせていただきます。久しぶりだから歌えるかな。まんまささん、ありがとうございます。そらいろさん、ありがとうございます。よしのりさん、ありがとうございます。リカさん、ありがとうございます。あ、本当そんなに早く、ありがとうございます。はい、では彩香さんの幻想曲歌わせていただきます。よろしくお願いします。少々お待ちください。一回出るか、うん、簡単なコードないか、難しい。感じる、そうそうそう、高いのが出ないの。そうそう、ほんと抱きしめ、刻んで夢、夢見た世界に君を連れ出すかな。うんうんうん、ただ夢
いきます。彩香さんの幻想曲歌わせていただきます。君に会いたい、あと何度でも、永遠はあると信じたくて、でもぬくもりがいつかなくなり、思い出に変わる日が来るの。君が笑うその度に優しくなれる、確かに今感じる、そっと抱きしめ今を刻んで、夢見た世界に君を連れ出す、悲しみに包まれる時はきっと思い出す。Oh, oh, 何気ない今を。はい、ありがとうございました。彩香さんの幻想曲でした。ありがとうございました。はい、なんとか出た方、ありがとうございました。リクエストありがとうございます。彩香さんの曲あまり知られてないって言ったら、あんまりメジャーではない、ね、曲ですだと思いますが、で、YouTube で、なんだっけな、遊ぶ、なんだっけ、もう読み方忘れちゃった、で聞いた時に車でかかってたので、ね、すごくいい曲だなと思って、はい、リクエストありがとうございました。ありがとうございます。彩香さんの幻想曲でした。匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。はい、ちりかさんありがとうございます。あ、ごめん、ななしちゃんさんありがとうございます。失礼しました、ごめんなさい。バングさんありがとうございます。カメパンさんありがとうございます。森川さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ピュアさんありがとうございます。あ、ごめん、大丈夫だった、ごめんなさい、大丈夫でした、ごめんなさい。ありがとうございます。ぬここまさんありがとうございます。ありがとうございます。素敵な幻想曲ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ミッキーさんありがとうございます。シソさん、ボイスメモいいですね。マサデルさんありがとうございます。ネコネコさんありがとうございます。コメさんありがとうございます。ヌクさんありがとうございます。はい、うん、匿名さん、ナマズさんありがとうございます。はい、こんばんは、こんばんは。にっかりさんありがとうございます。トッティさんありがとうございます。コペさんありがとうございます。オッケー、なんかバックナンバーさんのリクエストが多いような気がする。鬼塚千尋さんの流星群、いい曲ですよね。はい、まだまだ歌いますね、あと3曲ぐらい。リクエストたくさんありがとうございます。よし、ありがとうございます。ボイスメモ聞きたいです、個人的に歌いたいです。はい。
あれ幻想曲思い出せないな。よく聞いてたんですけど思い出せないな。メロディーがすごく幻想曲と混じっちゃうな。こんなにも醜い私を証明するだけでも必要として、あなたが、あなたが触れない私ならないのと同じだから、言葉にならない夜はか、あなたが上手に伝えて、絡みついた生ぬるいだけのつん。あ、ちょっと歌える、ちょっと歌、初めて歌うけど、ただ聞いてただけで歌ったことないけど、鬼塚千尋さん流星群ちょっと歌います。はい、あ、カラオケ練習中。おう、やっと、ありがとうございます。いけるかな。リクエストありましたよね。ありましたよね、ありがとうございます。はい、この曲とバックナンバーさんリクエストが多いので、バックナンバーさんの曲1曲と、ちゃみなさんのボイスメモを歌わせていただこうと思います。はい、間違えたらごめんなさい。聞いたことがあるだけで歌ったことないのでいきます。鬼塚千尋さんの流星群歌わせていただきます。言葉にならない夜はあなたが上手に伝えて、絡みついた生ぬるいだけの幻だと伝えて、心を与えて、あなたの手作りでいい、泣く場所があるのなら、星など見えなくていい。呼ぶ声はいつだって悲しみに変わるだけ、こんなにも醜い私を、こんなにも証明するだけでも必要として、あなたが触れない私ならないのと同じだから。はい、ありがとうございました。鬼塚千尋さんの流星群でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。金原優奈さんが歌われている動画がすごく好きでよく聴いてたので、それだけでそう覚えていました。はい、初めて歌いました。ありがとうございます。森川さん、ありがとうございます。リクエストありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゴッドさん、ありがとうございます。ナキスさん、ありがとうございます。ソライロさん、ありがとうございます。お、よかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。クメさん、ありがとうございます。ジューバー、ありがとうございます。あ、ジューさん、ありがとうございます。ありがとうございます。プルさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。クメさん、ありがとうございます。山猫さん、猫猫さん、ありがとうございます。サラちゃんさん、ありがとうございます。はい、そうですね、多分耳コピーからほとんど、そう、耳コピー、そうですね、耳コピーです。よかった。ミラさん、ありがとうございます。アンマサさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。意外と時間が少ないありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。はい
瑠璃色の地球もいいですね。ちょっとリクエストくださってますよね。でルーさんありがとうございます。ちょっと待って、飛んでちゃった。今日は犬山まで行ってきました。また駅にもーちゃんいないかなって探しちゃいました。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、懐かしいですね。もう何年前でしょうか、あそこで路上ライブさせてもらったの。あね、結構前ですよね。ありがとうございます。そう、路上ライブもなんかもう何年もしてないから懐かしいな。なんて言うんだろう、あの時のドキドキ感が懐かしいし、そう、そこから立ち止まって応援してくださってる方も、ね、本当たくさんいらっしゃってありがたいし、犬山で路上ライブした時は市長さんが、そう、あの、頑張ってねって言ってくださって、すごく思い出ですね。はい、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。懐かしいですね。もうできる時ないかなって思うと、いやでもやろうと思ったら、あーでも今のご時世できないし、ご時世落ち着いても、ご時世落ち着いてもというか、いやね、落ち着いたら、もしコロナが落ち着いてロシアライブができるよってなっても、ね、できるか分からないけど、できるんだったらもう一回やってみたいなと思うし、はい、ありがとうございます。では続いてちゃんみなさんのボイスメモを歌わせていただこうと思います。あ、命の名前もいいですね。あ、たくさん歌いたい。最後命の名前にしようかなと思います。ちょっと時間が過ぎちゃうかな、大丈夫かな。はい、アイラブね、アイラブもいいですね。はい、森川さんありがとうございます。一日警察庁所長のではないですか。いや、やらせていただけたらそれはすごくありがたいですが、まずそこまでね、あの、慣れるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではちゃんみなさんのボイスメモナンバー5歌わせていただきます。とこすみません、頑張ります。君が少しだけ待って、信用してるわけないじゃん。
んのボイスメモナンバー5でした。ありがとうございました。かっこいいですねこの曲。じゃあ皆さん大好き、ありがとうございました。リクエストありがとうございました。はい、ありがとうございます。匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんたくさんパチパチありがとうございます。やっぱこの曲歌うとテンションもすごく上がるというか、なんか違う自分というかなんかねえ、はい、ありがとうございます。強い女の、かっこいい女の人って一度は憧れるなって思います。ふるさんありがとうございます。きゅうさんありがとうございます。いや、すごくかっこよかったです。ありがとうございます。ライルさんありがとうございます。くまさんありがとうございます。ビさんありがとうございます。マングさん、おうじろさん、すーざんさんありがとうございます。つばきさんありがとうございます。なこさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。初めて路上ライブで歌った曲って何ですか。初の路上ライブ、順番は覚えてないですが、初の路上ライブで歌わせていただいた曲はバックナンバーさんのヒロインとミーシャさんのエブリシングなど歌わせていただきました。はい、マジでそうだよね、そうだよね、そうです。初めて、一番初め、お初で歌った、もう一番初めの曲っていうのはもう覚えてないのですが、あとエミさんの片思いとかも歌わせていただきました。はい、ありがとうございます。12位ありがとうございます。ありがとうございます。イベント12位ありがとうございます。はい、あ、その時はカラオケ音源も使って歌わせていただいてますので、エブリシングはさすがに弾き語りはできないです。あとギターもアンプにつなぐギターではなくて普通のエレアコだったので、あ、エレアコじゃない、普通のアコースティックギターだったので、そもそもギターの音が聞こえないっていう。ショウさん、ケバブさんありがとうございます。はい、ごめんなさい、鮮明に覚えてなくて申し訳ないです。はい、ありがとうございます。よし、続きましてバックナンバーさんの曲で、バックナンバーさんリクエストがしてくださる方が確か多いような、でも最近たくさん歌ってますよね、バックナンバーさん。はい、あ、多くもなかった、そうでもなかった。犬くんさんありがとうございます。まあ、じゃあこの流れね、ヒロインの話出たのでヒロイン歌わせていただこうと思います。そろそろヒロインも聴きたくなってくる時期ですね、寒い中。よし、ありがとうございます。皆さんリクエストくださってありがとうございます。はい、ではバックナンバーさんのヒロイン歌わせていただきます。雪が綺麗と笑うのは君が。
バックナンバーさんのヒロインでした。ありがとうございました。すごく切ないですね。寒い中路上で、路上とか寒い中ね、ポッケに手突っ込んで歩きたい、歩いてる時に聞きたいですね。はい、ありがとうございました。のんちゃんさんありがとうございます。すーざーさんありがとうございます。バックナンバーさんにリクエストしてくださる方が多かったので、はい、出していただきました。ありがとうございます。はい、キューさんありがとうございます。ありがとうございます。ヨウくんさんありがとうございます。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。スライルさんありがとうございます。できすぎるありがとうございます。今猫さんありがとうございます。はい、ネコネコさんありがとうございます。ラテツさんありがとうございます。ピピさんありがとうございます。クマさんありがとうございます。あ、ごめんなさい、バッテリーが。で、最後リクエストくださった命の名前で終わらせていただこうと思います。リクエストありがとうございます。願い刺さって、目が充電器が、すみません、よいしょ、OK、 よいしょ。では最後、命の名前で終わらせていただきます。時間が危ういな。リクエストをくださった方ありがとうございます。ごめんなさい、ヘムシが取れないな、なかなか。ごめんなさい、ちょっとヘムシ取ります。結構手強いな。オッケー、はい、うん、オッケー、多分大丈夫。あ、ごめんなさい、失礼しました。ごめんなさい、結構すみません、音がうるさかったと思います。失礼しました。はい、では木村由美さんの、木村由美さんの命の名前を歌わせていただきます。リクエストありがとうございます。ごめんなさい、ギターがちょっと残念だった、ごめんなさい。ありがとうございます。木村由美さんの命の名前でした。リクエストくださった方ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。たく
クさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒロさん、キュウさんありがとうございます。ヨクさんありがとうございます。プルさんありがとうございます。サキさんありがとうございます。はい、ではここまででリクエスト終わらせていただこうと思います。今からオリジナル曲入らせていただきます。結構なオーバーしてしまってすみません。はいと、その前に、オリジナル曲入る前にお話しさせて、そう、オリジナル曲入る前にオリジナル曲なので、先ほどもお話しさせていただきましたが、新曲もね、いくつか準備させていただいておりまして、はい、皆さんにね、聴いていただくときがすごく楽しみなんですが、皆さんからそうこう配信させていただく中で、いろいろとね、いろいろな配信や SNS などを発信していく中で、いろいろなご意見いただいておりますが、はい、あまり多くは話せないというか、ちょっとすみません、話が多分今から話すことはなかなかまとまらないかもしれないですが、緊急事態宣言がそう解除されて、いろいろと緩和されていく中で、今後の配信についてなんですが、10月から年末にかけて、すごくありがたいことに、いろいろと、ね、お話スケジュールがたくさん、ね、あって、年末にかけていろいろとたくさん嬉しいお話いただいておりまして、明日もそういう予見で、ちょっと朝から行かなければいけなくて、明日の配信はちょっと何時に帰ってこれるかわからないので、あるかないかはまた明日ギリギリになってしまいますが、なると思いますが、またお伝えさせていただきます。はい、で今後の平日や土日も帰ってこれない時間までスケジュールがあったりで、その中で学校とかがあったりで、生配信の回数が、どうしても減ってきてしまうことが可能性が高いので、そこは本当に心苦しいですが、本当にすみません、ご理解いただけるとありがたいです。あ、いつも見てくださって本当にありがとうございますね。ありがとうございます。そう、今は結構高頻度で配信させていただいておりまして、ね、毎回見に来てくださって、お時間作ってくださって本当にありがとうございます。で、これ今後は多分回数が減ってきてしまうかもしれないという、はい、本当詳しくはまだいろいろと言えないので、瞬時お知らせしていこうと思いますので、また、見ていただけるとありがたいです。はい、よし。そう、皆さんね、本当皆さんすごく毎回すごく、なんて言うんだろう、これ今までたくさんたくさん応援してくださったので、私自身もこれからもっと頑張っていこうと、全力で頑張っていきますので、あと配信も今できる限り全力で頑張っていきますので、応援していただけると嬉しいです。新曲が出るまではまた同じ曲ばかりになってしまいますが、リクエストいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いろいろと話まとまってないかもしれないですが、今後回数が減っていく中で、できる限り頑張らせていただきたいという、できるところまで、まだ今まで通りやっていくので、何だろう、そのできる時まで、この今できる状況の中で精一杯やっていこうと思いますので、応援していただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございますという話でした。ありがとうございました。ありがとうございます。
なんとなく分かっていただけたでしょうか。私の言いたいこと大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちょっと自分でも話もちゃんとつもりつもりだったから大丈夫かなと思ったけど、はい、分かりました。よかったです。 OK。はい、ではオリジナル曲入らせていただきます。時間が危ういですね。どうしよう。今日はそうね、必ず続けるよと私と私で終わろうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お休みの日が、そう、お休みというかできない時が増えてしまうのが行ってしまうのと、で なので今はたくさんできる時なので、たくさんできる時にできることをたくさんやらせていただこうと思っていますということです。はい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。では必ず続けるよから出していただきます。よろしくお願いします。ではテレビ朝日さんの歌活の主題歌奏で続けるよから歌わせていただきます。よろしくお願いします。 1,2,5 つの声が一つになって涙が止まらなかった。不思議な経験したんだ。あ、テレビ朝日さんの歌活の主題歌奏で続けるようでした。ありがとうございました。ちょっと寄りすぎだね、画面のこっちに。よいしょ、こっちに寄れるかな。 OK。 はい、ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。この曲 MV が YouTube にいますので、ぜひぜひ見てみてください。各種サブスクでもダウンロードしていただけますので、ぜひダウンロードよろしくお願いします。ごめんなさい。ダウンロードしてくださったり聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、11位ありがとうございます。ありがとうございます。こんな短時間でありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。では私と私続いて歌わせていただきます。本当イベントたくさん応援ありがとうございます。応援してくださって、応援しようと思ってくださって本当にありがとうございます。まずお時間作ってみてくださってありがとうございます。はい、では続きまして私と私歌わせていただきます。ココアさんありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 いきます。はい、ではいきます。
ましたオリジナル曲、はい、つまちた。オリジナル曲、オリジナル曲私と私でした。ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ソライロさんありがとうございます。バングさん、ヨークンさんありがとうございます。パチパチありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。キヨマサさん、ヤマネコさん、ノモさんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨークンさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくめさんありがとうございます。今夜も素敵な歌声届けてくれてありがとう。ありがとうございます。あやさんありがとうございます。コッペさんありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ピピさん、ソライラさん、ソライラさん、たくさん10個もありがとうございます。マーハーさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ネコネコさんありがとうございます。つばきさんありがとうございます。犬くんさんありがとうございます。うん、ありがとうございます。ミステリオありがとうございます。犬くんさんに、あ、ヨナカありがとうございます。はい、ありがとうございます。ミラさん、匿名さんありがとうございます。はい、森川さんありがとうございます。キューさんありがとうございます。うん、ありがとう、ありがとうございます。はい、これからの、ね、活動を楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、いつもね、いろいろと私が、なんていうんだろう、そう、なんていうんだろう、ついてくよって応援してくださってありがとうございます。はい、10位ありがとうございます。ありがとうございます。向こくまさんありがとうございます。つばきさんありがとうございます。バーセルきのこさんありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。たかしさんありがとうございます。あら、コメントが固まっちゃった、固まっちゃった、コメントが固っ、 OK。 匿名さんありがとうございます。素敵な歌声さんの支配者ありがとう、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、では今日も終わろうと思います。お時間作って見てくださって本当にありがとうございました。固まるな、あれ、コメントがちょっと渋滞している、渋滞するほど送ってくださってありがとうございます。コメントたくさんありがとうございます。待ってね、ありがとうございます。スライラさんありがとうございます。ココアさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。森川さんありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。つばきさんありがとうございます。皆さん最後までありがとうございます。では終わろうと思います。イベントの方応援してくださって本当にありがとうございます。まねこさんありがとうございます。今日もお時間作ってみてくださってありがとうございました。250人以上の方、ね、見てくださってありがとうございます。嬉しいです。190個もナイスありがとうございます。ではまた明日はあるかわからないので、またご連絡させていただきます。よろしくお願いします。ではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。お疲れ様でした。2、3、2、1。2、3、2。